ライカーズ島はアメリカ合衆国ニューヨーク市に属すイースト川にある島。北はアメリカ大陸本土のブロンクス、南はロングアイランドのクイーンズに挟まれている。ラガーディア空港に近くクイーンズ区アストリアとライカーズアイランド橋で結ばれている。ニューヨーク市の行政区としてはブロンクス区に含まれるがクイーンズ区コミュニティボード一に所属しており、 クイーンズの ZIP コード11370が与えられている。名称は、かつての所有者であるオランダの入植者、アブラハムライケンに由来する。彼は1638年にロングアイランドへと入植してきた。1884年に、彼の子孫がニューヨーク市に売却し、以来刑務所として使われている。アメリカ独立戦争中は、 軍隊のトレーニング場として利用された。島内にはニューヨーク市のメインの刑務所となるライカーズ刑務所があり、未決交流の被告や短期禁錮刑事刑者らを収容している。ここは世界最大規模の共生施設で厳しい環境の中に立地している。ここの刑務作業の一つに近隣のハート島の巨大なポッターズフィールドでの埋葬作業がある2017年。 ビル・デブラシオ市長は市内の犯罪率が低く、ライカーの人口が1万人から5000人に減った場合、10年後に刑務所が閉鎖されることを発表した。デブラシオ市長は2017年6月22日発行のレポートより小さく、より安全、より正確にライカーズ島閉鎖のためのロードマップで計画の詳細を発表している。2018年2月、 期限を決めて施設の閉鎖を検討することを州の監督委員会がニューヨーク州に提案し2019年10月ニューヨーク市議会が2026年までに施設を閉鎖することを決議した。ありがとうございます。